はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、試薬動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日というか昨日のね、晩ご飯がね、ラーメンスープというかそのラーメン鍋やったんですよ。ラーメン鍋をしました。ラーメンスープの素っていうのがあったんですけどもね、それがまあその12倍希釈のやつを使ったんですけども、こんな大きいボトルのやつがあったんですけどね、それでやってもね、まあ、食べれたんですけど、やっぱりね、味がね濃かったのでね、やっぱ口の中痛かったですね。まあ、普通にするお鍋のだし汁の代わりにそのラーメンスープの素をね使っただけなんですけども、その一発目の鍋っていうのはですね、そのまあ鍋のね、あのコト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 土鍋で煮るじゃないですか。だからそれは一通り食べたんですけども、まあ、あのそれでね、あの子供も奥さんもお腹いっぱいになったというから、二発目に行かんと、結局、余った野菜、他ね、まだ二発目に行こうとした野菜を、僕が、お鍋に入れんとタッパーに入れてチンして、またね、そのブレンダーでズバーってこうペースト状にしてね、牛乳と混ぜて野菜スムージーにして食べました。でそのラーメンスープも良かったんですけどね、もうちょっとだけね薄くしたらね、まあ、僕も美味しくね味を感じて食べれたんかなと思いますけども、そのまあ僕のために味を薄くするとですね、まあ、子供と奥さんがね食べれなくなったらですよ、かわいそうかなと思うのでね、まあ、そのままの勢いでね使いました。でちゃんとね中華麺も入れてるので、そのみんなで、ね、その大きなねラーメンっていうのもみんなでつついて食べるみたいな感じで、そのなんかいつもと違うラーメンの感覚でね、子供もねあの喜んでくれてましたね。まあね、その子供もね学校今休みなので、まあ、何か違う感覚をね感じさせてあげれてたらいいなと思ってね、それと奥さんがね工夫をしてくれました。昼間もねその公園でも行ってね一緒に遊んであげればいいんですけども、その僕がね一緒に行けないので、まだね火とかバーって当たったりしたら、あのお肌とかね、まあ、日焼け止めとか塗りますけども、結構あの荒れたりしてくるんで、 GVHD とかなったら嫌なんでね、まあ、それでいけないんですけども、その、まあ、昨日はね毎月1回うちの家で恒例にしている、まあ、僕が勝手にしているだけなんですけども、あのお墓参りね恒例にしてるんですよ。でそれに、ね、連れて行ってあげました。まあ、お墓ってね、あの行けば行くほどというか、心もなんか落ち着くなっていう感覚なんですよ、僕はね。ほんでもってそのお墓ってね混まないでしょ。だからね人も少ないしね、安心して行けます。まあね、他にはねその家の前でシャボン玉とかね、縄跳びとか自転車の練習もしてあげたりとかっていう風なね、休みの日はそうやってしてるんですけども、そんなはできるんで、一応それなりにね、あのお父ちゃんっていうのをねちゃんとねやってあげています。元気やったらねどっか行きたいんですけどね、でまだまだコロナもね収束していかないし、お花見もね宴会禁止やしね、それにですよ、世界160カ国でねその感染者が30万人を超えたとね今朝のニュースでね報じてましたので、余計怖いっすわ。ほんであれでしょ、オリンピックも延期した方がいいっていうね、世界中で言われてますもんね。しかもその選手が練習できへんから言うて、その選手自身がね参加拒否しようかな言うて考えてる人もね出てきてるみたいですけどね。まあそのオリンピックって言うたらやっぱね、お客さんがいっぱい入らなあかんわけやろうから、そのお客さんがね会場に入られへんっていうのもね出てくるでしょうしね、そのお客さんをね会場に入れるのがその感染の危険があるから言うて、無観客で開催するって言うてもね、世界中からね言うたら選手が来るわけでしょう。で選手も人間やしね、関係者もね審判とかもね人間やからね、まあ、それなりに怖いですよね。しかもあれでしょう、ヨーロッパはイタリアか、イタリアは感染者が5万人超えてるし、でニューヨークでもどんどん増えてきてるんで、あの出勤禁止令とか出てるみたいですね。ニューヨーク街歩いとったら警察にピーチ止められるらしいですよ。お前何してんねん言うてね、何してんねんって大阪弁では言わないですけど、ビビビビビってね笛吹かれて止められるらしいですよ。何フィートかこう開けてお前って言われるらしいですけどね。で不要な外出禁止令っていうのも出てるみたいでね、あのみんな困ってはるみたいですわ。ほんでね、日本でも問題になった買いだめがね多発してるようでね、世界的にねちょっと前の日本みたいになってきてるみたいですよ。健康的な人らはねいいですけども、病院に通ってるような人らにしてはねたまったもんじゃないですよね。日本でももうそろそろね、その日用品や食料品っていうんですか、その買いだめ買い占めっていうのはねなくなってきてそうですけど、マスクは相変わらずですね、もうどこにもありません。いまだにどこのマスクコーナーに行ってもねあらへんっすよ、ほんまに。
マスクコーナーってあるのかわからないんですけど、マスクの棚あるじゃないですか。マスクの棚でもほんまにすっからかんでしたね。でもあれはありましたよ、蒸気で潤いマスクね。あれはいいですけど、毎日使おう思ったらねちょっと高くつくんで考えもんですけどね。マスクが買えてない人とかは、その器用な人っていうんですか、そういう人たちがそのマスクをね自作されてますね。何枚かこう作ってたら毎日洗ってね使い回しできますからね。あれもすごいと思いますよ。あのうちの姉ちゃんがね洋裁の仕事をしてるんですけども、 そういうのがあるんで、あのミシンでねサクッとねマスクを作ってくれて、この前もうちに届けてくれましたわ。姉ちゃんありがとうございます。まあ姉ちゃん見てないですけども、まあ、思うんですけどね、こうやってマスクが作れるんやから、そのファッション業界がねマスクを作ればいいと思うんですよ。その高級ブランドが好きな人やったらね、そこが出せば買うでしょうし、まあ、ちょっとロゴが入ったりしたらね可愛いしね。あとサングラスもあるし、あとメガネか、メガネもねフレームが出てるじゃないですか。あとスポーツメーカーもねスポーティーなデザインとか考えたらねええと思うんですよ。それこそねオリンピックに出てるようなプロの人らがね競技が始まる前までこうつけておくようなね、そんな使い方をねしてくれればね、世界中のスポーツやってる人たちのねお手本になるのでね、僕はいい考えだと思うんですけどね。誰か見てくれてないですかね。まあそういった企業で働いてる人とかね、そのもしこれ見てはる、見てくれてはる方の中でそのいう風なのお知り合いの方がねいてはりましたらね、ぜひね企画してみてください。ほんで東京オリンピックでねその光景がこう見ることができてですね、こうウイルスなんかに負けへんぞっていうね、そういう感じのね姿をね、かっこいい感じを見せてくれたらね、こう世界中にねその勇気と希望をね与えられると思います。まあ今まさにそのオリンピックがねコロナ問題で延期か中止かなるって言ってますけども、みんながね一人一人がですよ、手洗いうがいといった防護策をしっかり取り組んでいけば、コロナ問題もね収束に近づいてね平和な世の中になってくるので、皆さんで、ね、頑張っていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。